はいどうもこんにちは、ダニエルと言います。今日はですね、シェアハウスに住み始めてもう2週間が経ったわけなんですけど、この2週間の間で思ったあのシェアハウスのねメリットとデメリットっていうのをね喋っていこうと思います。あくまでねたった2週間だけしか住んでないんでまだ全部分かったわけじゃないんですけど、今のところメリットは3つでデメリットが4つあるなと思うんですよね。それを今日言っていきます。早速メリット言っていきたいんですけど、メリットは1つ目がとにかく家賃が安いっていうこと、2つ目が家具がもうすでに全部揃ってるから引っ越しが楽っていうこと、3つ目が同じ家に住んでる人がいるから話し相手にもなるし、外国人とかもそういう交流があるということです。まずこのメリットの方から順に説明していきます。まず1つ目の家賃が安いっていうことなんですけど、もうこれがね一番と言っても過言ではないですかね、本当に。っていうのも僕今住んでいるのは東京23区内の中の、あのね世田谷区っていうところなんですよ。世田谷区って言ったら昨日ちょっと喋った人がいるんですけど、その人からも住んでるところどこって聞かれて、世田谷区って言ったらお、じゃあお坊ちゃんやなみたいなことを言われたんですよね。そんなねお坊ちゃんも何もね、僕はもう田舎出身の今現在僕はすごい貧乏なわけで、全然お坊ちゃんとは程遠いんですけど、でもなんかね他の人からしたらやっぱそういうイメージがあるみたいなんですよ。もう交通の便もすごく良くて、渋谷とか新宿とかそういうね大都会のところにも全然電車で30分以内にはね普通に着くんですよね。実際昨日ね横浜の方にも行ったんですよ。横浜なんでちょっと南の方なんですけど、そこも電車で行ったら30分以内にはね普通に着いたんですよね。っていうことで南の方の横浜にもすぐに行けるし、あの上の方にある新宿とか渋谷とかその辺のところにももうすぐ行けるみたいな、そういうね交通に関してはねめちゃめちゃいいところなんですよね。そういうところで家賃はもう全部合わせて5万5千円なんですよ。でこれが本当にびっくりするのが、5万5千円マジでこれだけなんですよね。っていうのもやっぱり一人暮らしするときって事務手数料であったりとか敷金礼金とかうんぬんかんぬんとかあるじゃないですか。そういうのがマジで全部なかったんですよ。全部なくて、もうこれ不動産屋の方ってどうやって儲け出してんのみたいな思うぐらいなんですけど、裏でね何か儲けてるんでしょうけど、そんな悪いことはしないと思うんですけど。でもねそういう事務手数料みたいな一切いらなくて、でここで住みます、ここに住みたいですって言ったら、じゃあ家賃払ってくださいって言われて、それでもその家賃払ったらもうその日から住めるみたいな、もう速攻性がねすごい早いというか、そうなんですよ。そういうのもあって、安くすぐ住みたいっていう人やったらもうシェアハウスがもう一押しかなって本当に思いますね。あとあれだ、光熱費とかも全部いらないんですよ。電気代、ガス代、水道代とかそういうのも全部いらなくて、全部その家賃の5万5000円の中に入ってるわけなんですよ。本当に払うのはそれだけ、それ以外は何も払いませんっていう感じ、そんな感じなんですよね。だからもうここもエアコンとかも普通についてますし、電気もめっちゃ上がる電気ついてるんですけど、こういうのも、まあ、使い放題っちゃ使い放題なんですよ。だからもうねお言葉に甘えて、まあ、使いまくってるわけなんですけど。まあそういうのもあってね、だからすぐ住みたいっていう人とか、一番重要視してるのが家賃で、家賃をとにかく低く収めたいっていう人は間違いなくね、シェアハウスが一番安く東京都内の首都圏の近くには住めるっていうことになります。はい、それで二つ目なんですけど、二つ目は家具が揃ってるっていうところなんですよ。本当に東京に住みたいけど実家が東京からめっちゃ離れてるっていう人いると思うんですよね。いっぱい大阪とか兵庫県に一人暮らししてたことがあるんですけど、その頃は、まあ、僕実家が和歌山県なんですけど、普通に和歌山からもう実家の僕の両親であったりとか兄弟とかが車で来て、それで引っ越しの手伝いとかしてもらったりしてたんですよ。だから引っ越し屋とかはそんな頼んだことはないんですよね。だからすごい安く収まってたんですけど、東京って言ったらもう和歌山県からめっちゃ離れてるわけで、実家の人たちが来てくれるわけがないんですよね。普通の一人暮らしをね東京で始めようと思ったら、冷蔵庫とか洗濯機とか電子レンジであったりとか、もうそういう家具一式もね自分で用意しないといけないことになるんですけど、引っ越し屋さんに頼んでその費用もかかったりするんですけど、もうそういうのが今回一切なくて、今回僕が持ってきたのはでっかめのキャリーケース1個だけなんですよ。引っ越しは本当にこれだけで、あとのもうね洗濯機とか冷蔵庫とか料理に使う包丁とか鍋とか、そういうフライパンみたいなとか、あとね髪乾かすドライヤーであったりとか、そういうのも全部共同で使えるんですよね。共同で全部もう備わってるわけなんですよ。だから自分のは持ってこなくていいみたいな感じなんですよ。
あとね、自分で用意しないといけないやつって言ったら、やっぱシャワーの時に体を洗う、あのボディーソープであったりとかシャンプーとかですかね。もう実際用意したのってそれだけかなって思いますね。普通にキャリーバッグ1個あったら入るじゃないですか。だからもう全部そういうのに荷物を小さくまとめて、それ引っ越しができるっていうのもね、このシェアハウスのめっちゃいいメリットかなって思うんですよ。はい、それで3つ目なんですけど、3つ目は同じ家に常に誰かがいるから寂しくもないし、そういう外人の人もの交流もあるみたいな感じなんですよね。実際ね、僕の今住んでるところって10人住んでるんですけど、そのうちの5人が日本人で、他の5人が外国人なんですよ。まだ僕会ってない外国人も何人もいると思うんですけど、一応話したことがあるのがインド人の人とオーストラリア人の人なんですよね。それでね、まあ僕もついこの前までアメリカに住んでたわけですから、英語はまあ喋れないんですけど、でもやっぱ英語の練習とかしたいわけなんですよ。そういうね時にインド人の人もやっぱ英語を喋れますから、オーストラリア人ももちろん英語を喋れますから、そういう人たちと英語で喋って、向こうも日本語、片言の日本語ですけど喋って、その日本語の練習もしつつ英語の練習もできるみたいな、そういうね お互いウィンウィンの関係に慣れて、そういう会話ができるから、だからそういうのもね、すごいシェアハウスならではのね、すごいいいところなんかなって思うわけなんですよ。まあお互いね、僕も英語は下手ですし、向こうも日本語がそんなに上手くないから、だから会話が本当噛み合わない時ってあるんですけど、そういうのを全部含めて全部練習かなと思うんで、どん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 ね、そういう練習ができる環境にいるっていうのがね、すごい今はシェアハウスならではのねメリットの一つやなって思うんですよね。じゃあデメリットの方入っていこうと思うんですけど、デメリットは4つあると思ってて、そのうちの1つが部屋が狭いっていうこと、2つ目が音問題、3つ目が共用スペースが被ることがある、4つ目が人を止めれないっていうとこなんですよ。まあね、これはもう説明するまでもないそのまんまなんですけど、なんか僕もいろいろ調べてみて、シェアハウスって基本的に部屋が狭いんですよ。今僕ここ住んでんのも5畳か4畳半ぐらいのところなんですよね。だいたい5畳ぐらいで、しかもクローゼットがないんですよね、ここ。だから服とかも全部収納するとかなくて、こういうベッドの下にとか隠したりとか、そういう端っこの方に自分の服とかをこう畳んで、ええ感じにコンパクトにまとめるみたいな、そういうね、器用さが求められるわけなんですよ。僕そういうの器用じゃないんで、油断したらわーってなってしまうんですけど、でもね、やっぱどう頑張ってとても狭いなっていうね印象があるんですよね。でもやっぱいろいろ調べた結果、シェアハウスってだいたいそれぐらいなんですよ。5畳とか4畳とか、まあ広くて6畳とか、そんぐらいになったらやっぱ値段も結構上がってきたりするんですよね。一人暮らしできるんじゃうぐらいの。だからまあこの狭いっていうのは、ちょっと自分の荷物をどんどん減らしていって、そこに慣れるというか、努力しないとあかんなっていうところですね。はい、そしてデメリットの2つ目が音問題なんですよね。今まさにね、シェアハウスでこう喋ってるんで、あんまちょっとでかい声で言ったら僕がちょっとうるさい側になってしまうと思うんで、ちょっと控えますけど、この隣の部屋もうこっちとこっちの部屋がやっぱり、あー、うるさい時はやっぱあるんですよね。まあこっちの部屋の人、多分僕の動画を見てくれないことをちょっと願うんですけど、こっちの人はちょっとよく電話するやつなんですよ。話の内容とかはわからないですけど、多分結構わがままなやつなんですよね。結構長々と電話でね、相手誰かわからないですけど、すごいわがままなねこと言ってるんですよ。なんでそんなこと言うの、なんでそんなこと言うのみたいなこと言ってるんですよ。まあ、もうお前子供かって、子供か他ボケって言いたくなるんですけど、まだ入って2週間ということで、そんなにいきなり文句言うもねあれかなと思って、今はまだそこまで気にならないっちゃ気にならないんで、文句みたいなの言ってないんですけど、まあやっぱね、長々とね電話してますね。はい、それでこっち側の人なんですけど、こっち側の人はなんか多分なんですけど、パソコンでゲームをやってるんやと思うんですよね。オンラインのゲームやってて、ガーそれはダメだよーみたいな、なんか多分オンライン上で友達とプレイしてるんやと思うんですよ。だからね、そういうのが盛り上がってるのか知らないですけど、直接ね会った時はすごい、あーこんにちはみたいな、それ以外は何を喋らんみたいなね、物静かなやつなんですけど、多分ね、自分の部屋に入ったら豹変するタイプなんですよね。パソコンのゲームをずっとやってて、めちゃめちゃね楽しそうにプレイしてるわけなんですよ。まあ楽しくしてるのはいいんですけど、やっぱ壁が薄いんで、
聞こえてくるわけなんですよ。すごい楽しくやってんなみたいな。それがやっぱね、別にいいんすけど、別に楽しそうにしてるから本当に邪魔はしたくないんすけど、でもやっぱり夜の12時とか1時とかそんぐらいでもはしゃいでる時があるんで、だるいなってだるいなって思う時もやっぱありますよね。やっぱりしょうがない。それでデメリットの3つ目なんですけど、共用スペースが被るっていうことなんですよ。まあ僕の今住んでるところが2階建てで、下に5人、上に5人って住んでるんですよ。それでまあ僕は2階の上の方住んでるんですけど、この5人住んでるけど2階の方には洗濯機2つ、で乾燥機も2つ、そしてまあキッチンがもちろん1個とかなんですよね。やっぱ夜の時間とか、まあ、昼の12時とかはやっぱみんなご飯を作ろうっていう考えになると思うんですよね。そういう時間ってまあみんな一緒だと思うんですよ。だからやっぱね、キッチン被ることありますよね。がっつり料理する人とかおって、そういう人ってやっぱ時間かかるじゃないですか。終わるまで待っとかなあかんなっていうのもありますし、まあ炊飯器も1個しかないんですけど、まあ、そいつが米を炊いて米を食べ終わって洗うまでっていうね、まあそれは全部終わらないと炊飯器は使えないっていうことになるじゃないですか。だから本当ね、ご飯炊き上がってんのに早く食えよって思う時もねあるんですけどね。はい、それでデメリットの最後4つ目なんですけど、これは人を止めたらいけないっていうことなんですよ。まあね、でも僕の今住んでるシェアハウスはまだ緩い方らしいんですよね。本当は人を入れるのもダメみたいなこともあるみたいなんですけど、この家はそんなことなくて、友達とかは全然家に入れていいんですよ。ただ止めたらあかんみたいな。まあっていうか、止める止めやんとかの話の前に、部屋がめっちゃ狭いから、そんな友達来られてもねみたいな、一人来られただけで結構ぎゅうぎゅうになるでみたいな感じにはなるんですけど、まあ、やっぱ止めたらあかんっていうねルールがあって、まあそうやったらね、将来彼女ができたりとかした時にまあどうしようかなみたいな、まだまだね落ち着かない生活なんで、そんなことはまあないと思うんですけど、まあそういうのもね、連れ込みたい人がいたら、やっぱシェアハウスっていうのはそこはデメリットになるんじゃないかなってね思いますね。はい、というわけでもうざーっとね、まあこんなもんやと思いますね。シェアハウスまだね、住み始めて2週間しか経ってないんですよ。だからね、まだまだいろいろ出てくると思うんですけど、今のところ思ってるのがそのメリット3つ、デメリット4つっていうことになりました。これからね、新生活を始める人もやっぱいっぱいいると思うんですけど、まあ、そういう人のね、ちょっと役に立つような動画になればいいかなと思ってこういうのを作ってみました。そういうことで、なんかね、高評価とかチャンネル登録とかね、そういうのしてくれたらね、めっちゃ嬉しいです。これからもね、僕の状況の生活についていろいろと情報を出していくんで、これからもよろしくお願いします。じゃあ、バイバーイ。